アルメさん、こんにちは。い読んでございます。今回、じゃーんこちら。スーパーマリオブラザー3ピクセルパルスマリオ。ということで、こちら。えー、私がアメリカに行った時に、ちょっとアメリカで見つけたもので、えー、アメリカでね、買ってきたものでございます。はい。パッケージは全部、なので英語で書かれておりますが、まあ、こういったものがね、ちょっとマリオ3のなんかフィギュアのようなものがあったんで、ちょっと面白そうだなと思ってね、買ってみました。14プラスって書いてあるんで、14歳以上対象ですかね。 でも、ニンテンドーライセンス商品みたいですね。このマークは一応入ってるということで。なんか、電気のマークが入ってるんで、もしかしたら電気がつくとか、いうこともあるかもしれないですね。ということで、じゃあ早速開けていきましょう。はい、オープン。お、これは何だお、USB アダプターとか書いてあるね。あ、じゃあやっぱり電気がつくんかなさあ、そして、おお、出てきた。お、こちらが本体ですかはい、こちらがマリオ。そして、 他はケーブルとか入ってるわけじゃないですよね多分自分で用意しろってことなのかなじゃこのマークはさあということでこちらジャンスーパーマリオブラザー3のあのドットの、えー、昔のねファミコンのマリオでございますいやーマリオ3のこのねマリオっていいよねこれをねファミコンでねこのドットを作ったのは素晴らしいマジで神だよねマリオ3はすごいよくできたファミコンでめっちゃくちゃ頑張ったゲームですよねさあそしてこれで何ができるのか ピクセルパルスと書いてありますここになんか開くかな開くようなところありますね。あ、開いた。お単4電池を2つ入れるところがありますね。あそしてその上にはこのスイッチがありますね。オンとオフ。ということは電池を入れると、まあ何かが起きるということですかね。この部分は何なんでしょうね。この部分はちょっとよくわかりませんが。 ま、ちょっととりあえず電池入れてみましょうか。はい、多分これはオーダートゥデイとか書いてあるんで、まあ、別売りでね、こういう USB アダプターも、えー、買えますよという意味だと思います。ということで私はちょっと電池をね、入れてみましょう。はい、電池を入れました。さあ、この状態で、え、ここオフ、オンにするとどうなるのか行きましょう。オンにします。おえ、すげえお、ついたはい、オンにしたら、じゃーんおーこれはすごいいいね。 めちゃくちゃ綺麗に映ったわけじゃないですか。えこれね、奥だと、あれも色はついてるのか。色はもともとついてるのがライトアップされると。カッて。うおー、すごいですね。ちょっと電気消してみましょうか。はい。電気消すと、こんな感じになります。すごい。いいですね。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。結構明るいよ、これ。なかなか明るいですね。はい。 ということで、ほら、スーパーマリオブラザースになんかさ、このテレビをさ、この、なんか、ファミコンの画面を、テレビの画面をなんか、カメラで今、直撮りしてるような感じだよね。で、で、で、でん、てれん、てん、てれででででてれん、てれん、ててててててれん、てててててれん、てててててれん、ててやってる感じだよね、もうマジでね。はい。 めちゃくちゃいいじゃないですかこれはいということでねまあ、今回こちらの、えー、アメリカで買ってきた、えー、スーパーマリブラウス3のピクセルパルスというねまあこうやってねライトがつくニンテンドーライセンス商品のもの、えー、こっちらなかなか素晴らしいですねめちゃくちゃ綺麗で、えー、とてもいいと思います部屋にね飾っておきたいと思います日本でも売ってるかはわかりませんがね、えー、もし日本でも見かけたらね買ってみるのもいいんじゃないですかねもしアメリカに行った場合これをね え、アメリカのお土産として買うのもとてもいいんじゃないでしょうかね。あ、で、分かったわね。この透明のやつ最初何かなと思ったんですけど、まあ、足はですね。まあ、ここがね、ちょっとマリオ、えー、段差になってるわけなんですけども、ドットの場合。まあ、この透明のやつをくっつけることで、まあ、こうやってね、え、立たせることができるという感じになりますね。なんで、まあ別に特にね、これがなんかするわけとかいうわけではありません。まあ、ただの台座になりますね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。で皆さん、さよなら。